飛行機に乗ったとき撮った雲です。これ何雲かわかりますか。これ積乱雲ですね。積乱雲で上が平らになっているということはこれはカナトコンですよね、えー。これも高さがこの辺の高さが1万メートル超えていると思います、えー。ここから上には、えー、雲は上がれないそういう高さです。そうすると1万メートル近い高さを持った積乱雲の下では。 どういうことが起きているかというと想像つきますねとんでもないことが起きていますね <laughs> えそれでこれ方向変えてみるとカナトコウモが伸びてきててこんな様子です、えー、それで <laughs> よく雲があの黒く見えますけどこれ色がついているわけじゃないんですね厚い雲ほど太陽を通さないので黒く見えるってことになります黒い雲ってありませんよはい それでこれ実はですねこの時ですねえ飛行機が富山から乗って羽田空港に着陸する時はえさっっききの雲の雲下に入ってきましたえそれで着陸はできたんですけどなんか空港の端の方になんかもわっとしてますねこれえさっきの雨の階級で出てきた白くかむような雨が降ってて霞むような状態ですねえこれが起きてました。 それで滑走路に侵入した途端、えー、こんな状態突然こういう状態になったんですねこれまさに積乱雲の下に入ってしまったこれ時間雨量何ミリぐらいですかね風は20メートル以上ありますね、えー、時間雨量おそらくこの時だけ取ったら、えー、30ミリは軽く超えてた50ミリ超えてたんじゃないかなと思います。で飛行機は動けなくなくりままししたたた時間待たされました で、えー、なぜかというとこういう状況なんで地上の係の人が一切動けなくなっちゃったんですね。これニュースでもやってましたけど、赤ラ雲の下に入るとこういう状態です、えー。それで突然雷が落ちたりします。風もものすごい強いですよね。まあ赤ラ雲に入るとこういうことになるんで、えー、絶対赤ラ雲は避けるようにしていただきたいという,ふうに思います。はい、えー、それで、えー、あと。 石器ラウこういう状態で起きやすいのがま土石流という現象なんですがこれ皆さん土石流にあった方いますかいないですよね滅多に会える現象ではないです会いたくないですけれどもねえただ土石流の怖さはましてきているというように言われてますので簡単にご紹介しておきます土石流の全兆現象として渓流の水が濁り流木などが混じるこれはなんとなくわかりますね上流で 土砂崩れ崖崩れなんかが起きている雨にもかかわらず水が減るこれ重要で川の水が急に雨が激しく降ってるのに急に川の水が来なくなったらこれは上流で崖崩れが起きて川がせき止められたと思ってくださいそうするとせき止められて水が溜まって突然一気に決壊することになりますそれで土石流を起こすんですねですから水が来ない状態は非常に危険です それから雨が止んだのに渓流の水が減らないこれも上流で未だに激しく雨が降ってるからですねまあ、こういう現象は特に気をつける必要がある、えー、それで土石流の映像ちょっと見ていただきたいと思いますこれ八津ヶ岳ですよね <coughs> 皆さんも行かれたことあるかと思います、えー、なんか巨大ななだれとか火災流のようですね、えー、非常にスピードが速い頭が盛り上がっているなだれみたいですねなんかね <coughs> で何にもないところに突然流れてきます。で、えー、これは大きな木を含んでますね、倒木。先頭の方にね大きな木や岩を含んでいることが多いです。えー、あと雷からの雪。これもですね非常に難しくてですね、えー、まあどうしようもないんですが。 えー、ただよくこういう高い木の根元にいちゃダメだって言われてますよね。えー、このように45度の中の、えー、木から 2m 以上離れたようなところで、えー、それでつま先立ちになってしゃがんで頭を抱えるような姿勢地面との接地面積をなるべく少なくするような姿勢それがいいって言われてます。えー、地面にボコッとあの熊の、えー 攻撃に備えるようなあの格好は雷にはちょっとダメですね。あのつま先立ちになってください。でもおそらくどのぐらい効果があるのかちょっとねわからないところではあります。はい。えー、まあこういう状態にならないことですね。ならないように心がけるということが一番大事だと思います。はい。えー、じゃあここ復習になるんであれですが、えー、山における気象判断ではですね。 えー、とにかく稜線に出る前にあ出発前はもちろん天気予報の後の情報を集めるのももちろんですが、えー、実際山行ってからは、えー、今稜線自分が行く一番高いところの様子がどんな様子なのかということを、えー、人間センサーになって、えー、確かめて頭の中でシミュレーションしてもらいたい、えー、そして実際に稜線に出る前か稜線に出た時に、えー、本当に行っていいかどうかの最終判断をしてほしいということですね。 あと積乱雲の発達にはくれぐれも注意というこの辺が注意点になるかと思います。